ではオイゲンシュタットも大体見回りましたので、なんか観光地巡りみたいになっちゃいましたけど、イベントも何も起こせず、でさっきオイゲンシュタットを見回ってた時に長弓がまた売ってたのでちょっと買いました。で、長弓の一つを、ディフェンスタイプにしてます。こんな感じです。で狩人の弓1個売ってきました。それではワールドマップでまたどこかに出かけたいと思うんですけど、行ったことがないところをちょっと巡ろうかなと思ってます。どうしようかな。でも古文書も進めたいし、ナイトハルト殿下にも会いたいし、ドライランドって全部来ましたっけ。ガレサステップってアイシャーの村があるところでしたっけ。ちょっと行ってみようかな。村の人たちが全員いなくなっちゃったんでしたっけ。あ、ガレサステップやってきました。わあ、モンスターがいっぱいいそうですね。久しぶりに戦いたいですね。おお、真ん中のあれは何でしょう。タラール族の村。わ、 BGM がない。ここがアイシャの村ですね。あらららららあら、あ、そっか。もちろん義勇軍もいないよね。ディスティニーストーンとかをここに祀ったりするのかな。あ、カクラム砂漠にやってきましたね。ちょっと行ってみましょうか。ここはマップはないんですね。おやっとたどり着きました。どこに着くんだろう。もう靴の中砂で、ああ、嘘に来た。靴の中が砂だらけ。主人、いや特に、私が語る物語聞いていきませんか。聞いていきます。何が増えてるんだろう。広大なカクラム砂漠には湖があるという伝説があります。え、湖あったんですね。ある人は、湖は人の目から隠れるようにあちこち移動しているといいます。蜃気楼でじゃなくて。またある人は、その湖は砂漠の蜃気楼に過ぎないと言います、別な人は、湖は砂漠の地下にあるのだと言います。あ、ナウシカみたい。その水を飲むと不老長寿になるという人がいます。潮の柱になるという人がいます。潮の柱。伝説の湖、そこは人間がたどり着いてはいけない場所だと言われています、砂漠に湖があるとして、その水は一体どこから来るのでしょう。確かに、オアシスも一体どこから来てるんでしょう。砂漠に湖があるとして、ありがとうありがとう。その水は一体どこから来るのでしょう。プレイヤーノートに何か増えたりしてないですかね。砂漠と湖の伝説の語り、人間がたどり着いてはいけない場所だと言われている。潮の柱って何ですかね。それが気になる。客か。ちょっとね、せっかくちょっと375ジュエルで高いですけど、弓のスキル買っちゃいましょうかね。買っちゃった。買いました。うわ、次弓の修練1500ジュエルもいりますね。わあ、買える日はいつになるのやら。はい、セーブもしましたので、行き先を決めました。古文書に書いてあるアムトとエリスのシンボルが必要らしい。アムトの神殿向かおうって書いてあるので、アムトの神殿がある、アムトの神殿、北エスタメルに一回行ってみたいと思います。あ、ミリアムいたんだった。ミリアム、仲間にしたい。一曲いかがですか。あ、一曲はいいです。一曲いかがですか。一曲いかがですか。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。ないんですか。一曲、あれあれれ、仲間から外したい人がいるんじゃないんですか。一曲いかがですか。あれ、ならない。なんでですか。いらん。なぜ。ちょっと騎士団騎士とミリアムを交代したかったんですけど。そ
あれ一曲いかがですか？ダメなんですか？え、どうしてえ、何か理由があるんでしょうか？私が、あれ忘れてるのかな？おかしいな。ちょっと、なぜですか？教えてください。ここの町ではできない。え、そんなことないよね。ダムト神殿に来ましたけど、これで何か解読できたりするのかな？こんにちは。ワロン島の神殿に入るためにアムトのシンボルとエリスのシンボルが必要なのです、うん、何かご存知ありませんか？ありませんか？ワロン島の神殿？それは伝説に言う二つの月の神殿に違いありません。綺麗な声。あなたがアムトとエリスに祝福されているならば、その神殿に入ることもできるでしょう。アムトのシンボルをゲットしました。え、いいんですか？そんな祝福されているんですか？私、エリスのシンボルについて何かご存知ですか？ガンガン聞きますね。エリスは銀の月と獣たちの神ですが、人間にとっては謎の多い女神です、うんうん、特定の神殿はありませんし、人に姿を見せることはないと言われています。ただ森の神シリルとは仲が良いそうですよ。森の神シリル。シリルの神殿はどこにあるのですか？シリルにも神殿はありません。しかしメルビルの南にある迷いの森がシリルのいらっしゃる場所だと言われています。ああ、ホームじゃないですか。クロディア、アムトのシンボルを入手。エリス神は迷いの森にいる。迷いの森行きましょうか。あの、ついに奥のでっかい木のところに行ったらいいのかな。てかミリアム連れて行きたかったのに、あれなんででしょう。じゃあクイックセーブもしましたので、久しぶりに迷いの森へまた向かいたいと思います。でそのまま行くと多分またイスマスに、引っかかってしまうので、一回下から迂回したらいいのかな。騎士団寮に行ってからじゃあバファル帝国に向かいたいと思います。こういう行き方で合ってますかね。ちょっとじゃあミルザープールに最初行きたいと思います。よし、あ、ミルザープール来れましたね。でここからバファル帝国の迷いの森に直接じゃあ向かいましょう。うん、イスマスを通らず来れたけど、もう、どこからどこに行くんだったか、もう本当に、あ、でもいい感じじゃないですか。たどり着けた。よかったよかった。シルベン、喋りかけられない。わー、会いたかった。久しぶり、よかった。会えるんですね、また来たら。ん？あ、クローディアがいる方向に首を向けてくれてる。うわー、もうすごい嬉しい。わー、ブラウは中にいるかな。あ、いないですね。ブラウどこにいるんだろう。いる？いないですね。ブラウは奥かな。シルベン、素敵。シルベンが女の子なんですね。え、違うね。シルベンが、お、え、曲が、イベントに入りましたね。この森は確かにシリル神に守られている、うんうん、でも今までシリル神の存在を感じたことがない。シリルよ、偉大な森の神シリルよ、私の声が聞こえているならお答えください。
二つの月の神殿に入るためにエリスのシンボルが必要です。お力をお貸しください。まだその時にあらず。え、あ、返されちゃった。あれれれれ、返されちゃいましたね。あ、また同じイベントかな、もしや。まだその時にあらず。そうなんだ。まだイベントが進め足りないということですかね。プレイヤーノート何か変わってるかな。エリス神は迷いの森にいる。ああ、このままですね。はい、入り口まで戻ってきました。もうちょっとイベントを進行させた方がいいのかなっていうふうに思いましたので、ちょっと、そうですね、久しぶりにメルビルとかも行ってみますね。ちょっとバファル帝国をうろうろしようかなと思います。では、バファル帝国をうろうろしてみたんですけど、特に何もなさそうだったので、一旦また騎士団寮に来てます。で、クジャラートも行ったし、一回行ったことのない、フロンティアに行ってみようかと思います。ウエストエンドっていうとこですかね。行ってきます。また新たな地に旅立ちます。わーわーわーわわ、ぐるぐる回りますね。さてさて、なんかいろんなところ旅して楽しいですね。おー、ニューロード。もしや、あ、敵が出る感じですね。植物はステルスですね。わ、おおおお、植物じゃなかったっけ？忍び足かな。よしよし。あ、怖いね。あ、切れた。ああ、柵が邪魔して。よし。マップないですね。でもこの先モンスターが見えない。ちょっと何も使わないままで行きましょうか。おお、ちょっといたいた。よし、あ、植物もいる。植物なのかな、あれは何ですか。植物じゃないのかな、この右のうねうね歩いてるやつは。よし、この先は何でしょう。ああ、忍び足やっとこ。ここは入れるのかな。なんだろう。あ、入れないですね。なんだろう、この物見やぐら的なところは。この先は行けるのかな。行けないかな。あ、宝箱。573期ニューロードの地図過去全部を見つけました。よかった。おお、一本道で分かりやすいですね。よし、左の上に出口がありますね。よしよし、わしゅいわしゅいわしゅい。こっちですかね。モンスターいないね。よいしょ。この先はなんだろう。はてなはてなはてな。おお、また新しい曲ですよ。ウエストエンド来ました。ウエストエンド、あー、いい感じですね。とりあえず地図を、ね、もらいましょう。ねえ、あなた。うん、よし。で、当然まあパブですよね。いる。フロンティアの奥地には開拓村。フロンティアはまだまだ未開拓の世界。うんうん、北東の方に開拓村があるよ。あ、ヤシ村っていうんだよ。まだ村があるんですね。あ、ヤシ村、ヤシ開拓村の場所が明らかになる。奥地には得体の知れないモンスターも多いぞ。あ、お水スキル上げれますね。旅芸人の修練。でも318ジュエルか。
バラで買えないかな。あ、買えますね。125ジュエル買っちゃおうか。え、もうどんどんジュエルがなくなっちゃいますよ。でもお水スキル欲しいし、ちょっと買っておきましょう。わあ、なんかいい感じのちょっと緑がかったパブですね。わあ、すごい背中に何か背負ってる人がいる語りとかないかな。仲間から一曲いあ、なさそうですね。この地方にはあちこちにモンスターの住処があるんだ。へえ。あんまりモンスターの住処を荒らしていると今にひどい目に遭うぜ。前恐竜のね住処を荒らしてひどい目に遭いましたけど。エルマンと申します。エルマン、この特徴的な顔すぐに覚えられますよ顔が見たいですね。こういう顔も悪くない。この手の顔は遠慮しておこうこれ傷つくね、言われたら。ちょっと騎士団、騎士一回外しましょう。一回っていうか一回外したらもう仲間にならないんだっけ。ごめんね。ちょっと仲間からエルマン仲間にしてみたいです。うん、エルマンと申します。この特徴的な顔、うん、すぐに覚えられますよ。どんな顔か見たいです。こういう顔も悪くない。私はクローディア、一緒に旅をしませんか。しましょう。あまりお役には立てませんがよろしくお願いします面白い喋り方かわいいですね。エルマンがパーティーメンバーになった。すごい特徴的な、特に前歯この人旅商人ですね。シングルソード、スペル特にない。あ、スキル、戦闘系スキルはないんだ。あ、その代わりこういう交渉スキルとかを持ってるんですかね。あー、サバイバルスキル、マニュピレーション、交渉スキル、交渉とかってまだやったことないですけど、敵の前でアビリティを使うんでしたっけ。よし、開拓村にじゃあ行ってみます。うん、おー、何これ、岩にぶら下がっている町が、町、とりあえず地図をね、もらいましょう。わー、わかりやすい一本道です。この頃一段とモンスター、こっちは何だろう。入れないですね。人がいる。下の方にモンスター、うん、洞窟、ヤシの洞窟の場所が明らかになった。こんにちは。モンスターに捕まってたんだ。え、結構面白かったよ。いや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 、捕まってた。子供が帰ってきたんです。よかった、よかった捕まって、さらわれてたのかな。あ、親の心をこしらずというやつですね。なんといっても自分の土地が持てるからね、うん、危ない生き物は多いが頑張れるよ。ああ、みんなここで仕事をしてるのかな、洞窟の中で。この先、まあ、洞窟なんでしょうけど、ちょっと怖いからセーブしておきましょう。ほら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 、崩れそう。あ、ワールドマップに行けますね。ちょっと洞窟も行ってみます。最近この付近で子供がいなくなる事件があったらしい。危ないね、モンスターにさらわれたんですよね、さっきの子が。わー、やばそう、ヤシの洞窟。あ、早速敵がいますね。ちょっと行ってみましょうか。ちょっとどころで出れなくなったりして、とりあえず地図が欲しいです、私。これこれこれ、地図かな。あー、よかった、地図。うんうん、ちょっと分かりやすいですね。わー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 わわ、ちょっと待って待って待って、よしよしよし、ちょっとどいてください、どいてください。よし、右行ってみましょうか。うん、特に何もない。わあ、ステルスと忍び足、
早くも少なくなってきておりますけど。わっとー、わっとー、チェインした。はい、いつも魚に捕まってる気がしますね。ちょっとデタラメやで一掃しちゃおう。立ち切り使いましょうか。エルマンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、あ、エルマン装備つけてないですね。つけなきゃ。お、連携。おー、かっこいい。デタラメア、やっぱり、あー、かわいいですね。連携しやすいね、デタラメア。厄介だね。わー、アクアサーベントね、ちょっと強いですよね。パンチにしましょうか。いや、うん、それか、うん、パンチにしよう。エアバスター使っちゃいましょう。 OK。 わー、ミスが多かったですね。よし、おお、やばした、かっこいい。フォーク、やっぱり強いですね。ん、何かお守りゲットしましたね。おお、びっくり。とりあえずエルマンに装備をしましょう。ブルーレイフルソード、ちょっと待ってくださいよ。エルマンが持ってる、あ、スキルがないのか。そうか、スキルがないので、とりあえずもう一個シングルソード、剣をつけときましょう。長剣、うん、同じシングルソード、ね、と草と続けて、アーマーグローブ、あ、アムトのシンボル、愛がアップ、へえ、あ、基盤のお守り、これさっき拾ったやつですかね。腕力がアップ、ちょっと待ってよ。誰かの愛をアップさせようか。愛者が高いので愛者にアムトのシンボルつけて、腕力がアップ、6149。フォークに、状態以上に強い。フォークに騎馬のお守りをつけましょうか。うん、ちょっとこんな感じでやっていきましょう。うわー、いっぱいいる。よし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 、けけけ、あ、残り9か。地下2階。わあ、長いですね。でもこの先、地下3階とかはないのかな。ん？お、モンスターいる。あ、あ、そう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 。おー、ぶつかりそう。わー、どいてどいて、切れちゃう。おっと、ステルスじゃなくて忍び足か。ちょ、もうぶつかりましょう。よし。結構多いですね。デタラメアで一掃したい。できたら衝突剣とかと連携して一気にやっつけたいですね。あー、無理か。
おお、連携しなくても一気にやっつけられました。また次敵来そうですね。忍び足と弟終わった。ごめん、うわ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 、ちょっと危ない危ない、あもう、あよし、おお早くも連携、連携と支援と、おお、え、すごいすごいすごい、何これ、連携と支援が一気に起こりました。こんなのあるんですね。プロテクターをゲットした。ステルス、あー、左奥何かあるのかな、宝箱とかないかな。あったー、あ、百均ポッチゲット、あ、14ジェル、よし、うーん、しょっぱかったです。ステルス、あ、忍び足でしたね、あーよかった。うわ、あと4個しかないですね。帰りはちょっと戦闘まみれになっちゃうかもしれないです。おお、ぶつ、え、ぶつかった、びっくりびっくり、ちょっと全然敵との感覚がつかめてないですね。できるだけ忍び足ステルスも使わないようにしていきたいですね。このまままっすぐ、あと右か、あ、宝箱、よしよし、あ、ここまで来たんだから何かいいものが欲しいですね。あら、500金と12ジュエル、これ以外にお得に何かないのでしょうか。敵に向かってダッシュする技は、うん、武器の使い方を極めることで瞬速移動を発動することがある、うんうんうん、この時敵はこの技を回避不能に、回避不能、この状態を無速と呼ぶ。無速衝突拳っていうのを使いました。ダッシュ技になるんですか。クロディア、せっかくなんで、わあ、エルマンが死んじゃった。ちょっと待って、でももうすぐ倒せそうな気がします。おお、すごい連携しますね、エルマン。わあ、もうステルス忍び足が2しかないですね。あっ、くわっ、ちょっとこれはやばい、チェインは嫌、あー、違う、よしよし、このまま帰りたい、帰らして、やばい、ぶつかる、ぶつかる、あ、もうやばい、あー、大丈夫ですね、よし、このままなんとか、よし、あー、戻れた、ヤシの洞窟、入って出てきましたけど、ちょっとみんな宿屋さんで回復したいですね。ウエストエンドだったかな。ニューロードは道ですよね。ウエストエンドで宿屋さんで回復してきます。ちょっとだいぶ戦ってしまいまして、チェーンも起こってるので、最初ホークにつけてたシルバーフルーレですかね、シルバーフルーレがゼロになっちゃいまして、 EP がちょっとこれも回復しないといけないので、宿屋さんでゆっくりしてきます。よいしょ、入れ、あれれれ、よいしょ、こうですね。いらっしゃいませ、お泊まりですか。普通安い部屋、装備武器を修理ですね。よし、普通の部屋で休んできます。おやすみなさい。
セーブして、じゃあ今回は終わりにしようかなと思います。はい、セーブしました。今回だいぶ長い時間プレイしてしまったんですが、3作回になってると思いますので、いろいろカットしてね、編集したいと思います。次回は何かまたイベントを見つけてやっていけたらなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。遅くなり本当に申し訳ありません。引き続き見てくださってありがとうございます。ではお疲れ様でした。さようなら。